皆さんこんにちは、タートルです。反り腰だよーって方、今回のメニューを行うことで反り腰が解消されます。反り腰かわからないよって方は、自分がお腹が出ているなって思った方は、ほとんどの方が反り腰になります。お腹が出てしまうと、どうしても重心を保つために支点が腰になってきます。のけぞった体勢でバランス取る形になるので、お腹が出ている方ほど反り腰になってしまいます。骨盤が前傾したことによって前ももの疲れが取れない、お尻が垂れてくる、体幹がどんどん弱ってしまって、食後にお腹が出やすくなったり便秘になったりしまいます。あぐら足で足を持ったままキープするだけです。2種類のやり方を5回ずつ行うだけです。反り腰だよって方は一緒にやりましょう。今日も一歩前進しましょう。足を組んでお尻を上げときます。この状態で足を持って体を起こしたままで、お腹をへこませながら息をふーと吐きます。呼吸は5回、できるだけ大きく吸って長く吐きます。吐くときは一度に大きく吐かずに、口笛を吹く感じでふーと吐いてください。吐きながらお腹をどんどん引っ込めます。スマホ見ながらの方はね、片手で足持って片手見ててもいいです。持たなくていい方は両手で足を持って上体を起こしていきましょう。スタート。せーの、せーの、せーの。せーの、はい、 OK です。今度は反対です。同じようにいきましょう。5回いきます。せーの、お尻を上げていきますよ。せーの、せーの、せーの、ラスト、せーの、はい、OK です。あともう一種目です。もう一度反対足裏組んで、今度はお尻をつけたまま、このまま体を起こして同じように息を吐きます。今度は持つ手を少しだけ軽くして、自分の力で腹筋と腰の使っていきましょう。辛い人はね、同じように持っててもいいです。できる人は軽く持ってください。呼吸は一緒です。いきます。スタート。ラスト。オッケー。反対です。これで終わりです。頑張りましょう。よっしゃ、行きますよ。スタート。ラスト。
うわー、オッケー、お疲れ様でした。今回は腹直筋ではなく腹横筋、お腹を引っ込めたままキープする筋肉が鍛えられました。それに加えて腰を丸めているので腰のストレッチができて反り腰解消になります。息を吐くのが辛かったよって方は呼吸が浅くて腹横筋が弱いかもしれません。しっかり息が吐けるようになるまで動画を何度も見ながらやっていくことで腹横筋が鍛えられて体幹がついてお腹がへこんでいきます。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで説明欄から見てもらって、違う形で配信してますのでそちらもフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。